潮岬にやってきました。ここを歩いていきます。あそこに展望台みたいなのがありますね。あそこまで行ってみましょうか。ここに案内看板があります。現在地が望楼の芝で、ちょっと戻って潮岬灯台がありますね。で、無料寺がある。あの橋食い岩の方から来たんですよね。はい、こんな感じです。歩いてきました。ここを登ってみましょう。あまり変わらないような気はしますが。立ち入り禁止でした。まあ景色は、それほど変わらないような感じではありますな。はい、こんな感じです。では向こうの方へ歩いていきましょう。潮岬、本州最南端。そこに石碑がありますね。やっぱり端っこは来ないとダメよね。本州最南端。ぽよん。お茶目なの。いや、お天気いいね。暖かい、うん、上着がいらないぐらいです。いや、海も綺麗だ。じゃあ灯台の方行ってみましょうか。あ、釣りしてますね、あそこで。ここにも最南端の碑がありました。うん、海が一緒に入るやんか。そうだね、北緯33度26分、東経135度46分。ここに地図がありますね。はい、はい、引き返してと行って、で、戻ると。戻って、この橋をまた渡って、で、こういう風になるのかな。はい、ですね、はい、国道の方に。はい、そういう風に行きます。紀勢本線。はい、展望ポイントまで歩いてきました。あそこ船が航行してますね。穏やかなモニュメントがありました。なんかオリンピックの採火装置みたいな。ここから灯台が、あそこからよく見える。うん、港があるね。すごい水がきれいだわ。で、あそこが灯台です。潮岬灯台までやってきました。ここの駐車場は有料ですね。300円ですか。潮岬灯台まで歩いてきました。300円ですね。うん、明治11年に砂岩で作られた様式灯台だそうです。現在地ここですね。で、くるっとこう回れるようになってるようです。
いや、眩しいほど白いですね。さっき言った公園があれですね。あ、登ってるわ。まあそういうことするアホがいるんやね。はい、1866年1869年に着工され、6月に完成ということだそうです。光ります。あ、初代はこんな形だったんだ。これ外国でよく見る形やね。うん。本州最南端に立つ潮の岬灯台。これが実寸なんですかね。では灯台上がります。はい、86段目が回りそうです。あと半分です。疲れたんですけど。最後はこれか。つけないようにね。はい、さっき歩いてて木の枝に頭を嫌というほどぶつけました。痛かったです。道中へ。はい、出てきました。いや、大展望ですね。上は当然見えないですね。ああ、すごい、あそこにシーカヤックがある。そこ、釣りしています。あ、お寺があるね。本当だ。なんかみんな向こうへ行ってる、お寺に行ってるんだろうか。そうじゃない、ね、そういや、行ってみる。はい、行ってみましょう。はい、こんな感じでした。では降ります。灯台見たので潮の岬神社に向かいます。潮の岬神社。やってきました。なかなか立派な社殿です。宿儺彦の名の御事。山道を行くと、はい、展望が、あ、本当だ、エメラルドグリーンですね。神社から80メートルで着くそうです。はい、到着しました。
潮岬のクジラ山見、回遊してくるクジラを見張る、まあ見張れそうなとこですね。あ、さっきの釣りをしている人たちが目の前です。駐車場まで戻ってきました。ここまでで62分、 3.34 キロ、標高差62メートルでした。今日はとても暑いぐらいの穏やかな雰囲気で 歩いてて気持ちが良かったです。しかし途中で頭をぶつけました。気をつけましょう。そうだね、まだいいや。